もっと若い人みたいな気がしたい。遅いの、うちに怖いのはちょっと電話だけそう。
超軽いよ。風がやばい、風が。やばいですね。どっち向いた方がいいんだろう、これ。超強風なんだけど。大丈夫、風の弾入ってないですか？靴下強い？今めっちゃ強風。あ、やばい、こっち超絶景来た。どこものがいいかな、電波。写真撮っていきます、ね、
これも写真撮りたいね。やばい、こっち風が強い。風がやばい。一番の見晴らし台こっちっぽいな。あ、今写真撮ってたけど今戻ってない？ちょいちょい写真撮るときは止まっちゃうんで、多分、ね、電波が弱そうなところで多分写真撮ってます。これ以上強風になるとロープウェイが一時見合わせる可能性があるから、時間がある人、あ、ない人は早めに戻ってくださいって言ってた。したらどうなんのこれ、歩いて計算そしたら歩いて計算するのこれ。え、今電波ないですかこれ。どういう状況かわかんないな。今も？写真撮っていきますね。画面固まるよ。その乗っとるとこ写真撮ったろ、さっきのとこから。
写真撮ってた。でもね、そんなに紅葉がめっちゃ綺麗かって言ったら、ここら辺だけだね。見えてます今。今こっちね、あの風が当たらない方向だから。もう一個の方行ってみます。海が見える。ちょっともやってるけど、今抜けた方向多分四日市のコンビナートらへんです。こっちが多分伊勢湾。そう、これから降りてくるんだって。で、山頂はもう終わりだって。これ今ね、山頂よりちょっと下なんですよ。ロープウェイの終点で。この辺が一応やっぱピークとは言われてたけど、そこだね、ピークなんだ。よいしょ。でも一面紅葉ってほどではないよ正直。もう一個向こう行けるみたい。あの今日は夕方これから俺移動して、あのイルミネーションをリスナーさんと一緒に回るんで、ニコ生とツイキャス両方やるんでよろしくお願いします。時間はおそらく6時くらいからどっちかでやって、まあ、7時ぐらいからまたどっちかでやると思います。あ、しんどい、もう歩きすぎて電波あります。みんな向こう歩いて行ってるからなんだか分かんのかな。気は抜群なんだけど、風がやばいです。今これちょうどこっちに山があるから風を受けてないんだけど、ロープウェイめっちゃ揺れる。マジ怖い、あれぶち切れるんじゃないかなと思う、紐が。こっち下山口って書いてある。これ歩いて降りてく人のこっから。なんかそこにさ、湖がある。何？ダムか。いや、俺は降りないよ。じゃあ、ロープウェイがもし止まったらこれ降りるってことでしょ？結構長い時間ロープウェイ乗ったからこれ多分結構の歩くよ。歩いたら何時間かかるのか分かんない。ああ、そういうことか。でもこれ歩道にはそんなもみじないんだけど、もみじというか
歩けちゃって電波がないな。電波残ってる。戻りますよね。これマジで早くしないとロープウェイ止まるとかありそう。これ今後風強くなるのかな。やだ、俺歩いて降りたくないよ。すごいね、あのロープウェイの降り口から離れちゃうと電波がすげえ悪くなる。降るわけあります。ちょっと風の受けがなくなるんで、ちょっとまた一回ミュートにするかな。でもだってあれだよ、電波ないんですよ、下山してる間。一人孤独に山降り、しかも約束があるからさ、リスナーさんと。ほら、これ写真撮ろう。せっかく写真撮ってくるか。いろんなところで人が来るけど、みんなこれ降りてって何があるの、こっち。やばいやばい、風がやばい。え、ワンコってロープウェイ乗れんの？マジか。あ、ヒラコっていうの、あれ、さっきの湖。あ、そうなんだ。さっきの湖イラコっていうの。さあ、そう。リフトは風で運休だって。稲子って誰だっけ？聞いたことあるな。稲子って誰だっけ？なんかすげえ久々に聞いたの、その名前。稲子って配信者さんですか？湖があるんだよな。これロープウェイ最初に乗った時の一番近いところらへんの、なんかこっち側の山際がすげえ綺麗だったけど、このヤン君が言った谷って方はそんなに紅葉してないんだよね、まだ。してるんだけど、なんか目立たないというか。このちょうど今ここからだと見えない、このこっち側の崖が、むしろ山際の方がすごい紅葉してる。なんでなんだろうね。風の当たり具合かね。谷じゃない方の方が紅葉を見るには綺麗。近いから綺麗に見えるのかね。あれも多分、あの山も近くに見たらもっとすげえいろんな色をしてるのかもしれないけど、遠くに見ると緑が目立つからあんまりわかんないんだけど、一番分かりやすいのはここっすよ。
こういう感じで、こっちの斜面がすごい綺麗なの。こっちの斜面を見る場所がないんだよね。ロープウェイじゃないと。こっからだと。見えない。ここが限界なんだよ。なんでなんだろうね。風に当たらない方が紅葉するのかな。ちょうど北風だから、あそこ当たらないんだろう。風も強いんで降りますか。ちょっとなんかお土産屋さんとかもなさそうなんで、ロープウェイが止まる前にここに奉納して、総長と同じことやっちゃった。やばいやばい、風が強い。また帰りロープウェイ、また電波が途中弱いんですけどね。学生帰ったかな。全然人いるわ。なんかカレーの、古い昔のカレーの匂いがする。ご在所だけピンバッシュとか。すごいカレーの匂い。五平餅って。五平餅。なんでカレーうどんが有名なの？なんでカレーうどんが有名なの？とりあえずこの中学生が帰る前に降りるわ。このようなレストラン、あ、こっちが見れる。しかない。こっちからちょっと綺麗なの撮れる。
超風強かった。とりあえず移動します。すげえとこに人が立ってる。やばいな。吹っ飛ばされたら終わりじゃんね、あれ。今度はあれやな。あそこまで余裕のことだけマシやな。あそこに見ようって景色見れたから。
まあ、じゃあ、うちも気づいとくや。少ないね、乗ったあのは。言うたさ。いや、二人しか乗ったらんや。もうあれか、あんまり乗る人は今少ななってんのかな。なんで二人だけやねん。一家族しか乗せたら、
ました。本当にめっちゃ混んでるんですよ。本当に密。やばいよ、本当に。使ってません。GoTo は使ってないです。今ね、消毒とか検温とかもう全部そういうのは徹底してるけど、もう疲れちゃった。人が多すぎて、人混み嫌い確かに日暮らしじゃないか。めっちゃ風が強くて、めっちゃ風が強くて、こういった登るときすげえ揺れて、ほんと怖かった。帰りはなんかそうでもなかった。人数乗ってたからかな、重いから買えませんね。スパリントレさんのも流行ってるんじゃないですか、無症状で。この中にも多分パッと見この映してる映像に2、30人はコロナだと思いますよ2、30人はコロナだと思いますよ、この中で。ご在所ってことです。ご在所知らない。名前、あれ漢字だとこういう感じです。結構有名な観光地ですね。だから混んでるんだけど、あ、でもね、ちょっと紅葉はもうちょいっていうか、中腹は今ピークらしいんだけど、あれでピークなのかなってぐらい。そうでもないね。そうでもない。景色はめっちゃ綺麗だけど、紅葉を求めてきたんだったらちょっとうんって感じかな。中学生がいっぱいいる。ジューシーだ。間違いないね。秩父のも綺麗ですね。あと箱根とか。これがご在所。いいよ、あなたがじゃあ今から来て話しかけてください。早く来てくださいよ。中学生サッカーですね。サッカー。カモシカセンターって何？ご在所だけで、そう、山の名前です。本当は山頂までもリフトまで行けるんだけど、今日は風が強いから、今言った一歩手前のとこまでしか行けなかった。いや、こうやって見ても結構登るロープウェイだよ。これは常にパリピですね。常にツイキャスの俺タグパリピにしてたぐらいなんで常にパリピ。今でも
しい、これまだあったの、これ。ツイキャスのタグってあれあんま見ないですよね、みんなね。俺パリピずっとパリピにしてたのに誰も突っ込んでくれなくて、多分2年ぐらいパリピでしたタグ。入ってないわこれだぞ、バス乗り場、これ GGBB しかいない。え、もう全然ロープウェイ来てないね。ここの道大渋滞だったんですよ。ここに駐車場があるね、立体の。ここに入るのにもう50分ぐらい、もうあとちょっと1時間ぐらい、も全然進まなくて、この時間に来ればよかったこの時間に来ればそのままだって上まで行けるもんね。一番やばい時間に来ちゃったんだ。カモシカってこれ？何さ、密がない暮らしって意味わかる。これ本ね、本。本でしょ。本とテキスト2冊で3000円ためて、どこにあるのカモシカなんとかって書いてないよ。書いてない。書いてないっす。行くか、とりあえず行きますか。じゃあこれからちょっとイルミネーション配信で知り合いとリスナーさんと会うんで、ちょっと一回移動しなきゃなんでね。高いね。タイトルがあれなんで一回ここで配信を切ります。もしかしたら謝罪するかもしれないですけど、ちょっと一回車戻ります。お疲れ様、ありがとうございました。